第2レースのチャレンジの一般戦が今スタートを切りました。外から煽って飛び出しました7番のラモスレオです。連日見せ場を作っていますこのラモス、3日間風を切る戦いを見せてくれるかどうか。スタートを取った7番のラモス、そして1番の浜田翔一郎です。連日この浜田の動き期待されます。最終日にこのラモスの動きに乗って200勝達成なるかどうか。4番車の斉藤仁が上がってまいります。九州地国に四国の斉藤です。714という折り合いがつきました。5番の佐藤康之が現在ご覧の通り4番手、2番車の小林、そして3番車の野崎です。523と東地区最高峰に続くのは6番の日吉です。今日も短期戦を選択しています。2周回目の1コーナーを待って1センターです。大きくは2分線、前は九州四国ラインです。ラモスレオの動きに期待する1番の浜田翔一郎です。ベテラン56歳、そして4番の斉藤仁がラインを固めています。まずは前段九州四国ライン、そして後方に控えたのは東の3人、5番の佐藤が大きな主砲ということになります。小林がラインを組んで3番車の野崎修一です。動きようがありません。最高峰6番の日吉です。5番の佐藤が上がって残り2周打掌周回に入ったところで先頭誘導員は退避。5番の佐藤上昇を見せたんですが結局車を下げた。先行はそのままラモ7番のラモスレオです。浜田翔一郎が2番手、4番の斉藤仁が3番手、6番の日吉がその後ろ、5番の佐藤は結局5番手、日吉が切り替えましたので東地区は5番手以降という流れとなっています。ジャンの激しい4コーナーから直線コースへ帰る先行ラモスです。3日間とも1番前で風を切っていきます。1番の浜田翔一郎にとってはいい流れになっている。4番車の斉藤仁がその後ろ、5番車の佐藤が一気にまくって出ます。バックに入りました。さあこれはいい回転だ。5番の佐藤が一気に前段まくり切ってしまいました。2番車の小林がマークで4コーナーから直線まくり切った5番の佐藤、後ろから2番の小林が追い込んでまいりました。2番5番、3着が1番車か6番車、綺麗にまくり切ってしまいました5番の佐藤です。いい回転でした。そして2番車の小林和彦が最後に追い込んで2番5番、そして3着争いが1番の浜田かあるいは6番の日吉か、2番5番です。東の2人、3着が浜田かあるいは6番の日吉か、体勢的には1番の浜田翔一郎です。